どうも、実です。おはようございます。寝起きです。はい、タクティクスのミッションいきます。ハッシュマリムさんです。懐かしいですね。はい、私実況プレイしてますので、よろしければタクティクス動画お願いいたします。面白かったから。はい、パーティー何も考えず、ただこれナイトメア行ったやつなんですよ。いいかなこれで。まあ一応魔力下げたりとかの方向で行こうかな。状態上ストップとかがうっとしそうな雰囲気はあるんですけどね。ほぼもうナイトメアパーティーですね。いや本当はディリーターすごい好きなんで、タクティクスをプレイした時にもうディリータがかっこよすぎて、生き様とか全てが好きなんで、今回のガチャとかすごい引きたいんですけど、それ以外がもう、それ以外が追記で、しかもタクティクスだけなんですよ、ナイトメアクリアできてるの。あえてそこに突っ込めなくて辛い。チュラチュラ状態です。防御虫ば、まあ防御虫ばっかりということなので、このおさげ髪の気持ち悪おじさんはさっさと倒しにかかりたいと思います。まあ、あんまりも気にせず、またいつもの戦略で。そんなに硬くなさそうですよね。一瞬で溶けていってくれると思うんですけど、怖いのはやっぱストップがどういう感じで来るかとか、スローとかですかね。エイコはどっちかともスロー対策一回やっとくか。はい、めっちゃ強いから、これオベリアさんのデスペナ。状態異常以外で壊滅させられる要素は多分ないから、あ、間違えた。一応ユニコーンを持ってきた。まあ、怖っ。一応アクセサリーは睡眠耐性です。やっぱり全体スリプルやったか。ストップも全体とかで来る可能性があるな。ストップ耐性はつけてきてないので、アテナブレ頼みプラスユニコーンさん頼みですね。ラムザで使うか。いらなかったですけど、これよいしょ。メテオ、これが防御虫 HP 割合でしたっけ。はい、 OK です。やっぱちょっとミッション、その相対的にですけど難易度は落ちてきてますよね。やっぱどうやったって装備が徐々にインフレしてきてるのと、フラグメントがだいぶ足りてきてるんで、呪縛、これがストップか。あー、ラッキーなところ入ったな。オベリアなら何の問題もない、すぐに解けるでしょう。今マーシュとオベリア狙われた感じでしたけど、マーシュがミスってくれた。使った、解けない、全然解けない。なぜメルトン怖いよ。どれぐらい食らうかな。大丈夫、ライジン、ここでさらに加速していく。あかん、全然プロテガーとか入れてないから全然打数が出ない。はい、メルトン、これで一回踏みとど使うかな。誰か使いますかね。使った。はい、ありがとうございます。これ弱体化。まあもうこっからは一気に決まりますね。さあ守っていく、いや
どこで来るかなんですけど、もう正直オベリア兵数が連打ですけど、はいはい、ライジン、よし、さあもうちょい押し込み、クエイクは大丈夫ね、これは問題なしのはず。よっしゃ、頑張る君へエールを。いいねー、強っ、早っ早っ、雷神ともう一個短縮が重なってる状態やからめちゃくちゃ早いっすね。今は本当に短縮がすごい大事やから。ゲー吐いた、ゲー吐いた、ふーってゲー吐いた、よし、まあ特に問題なく。タクティクスメンバーやっぱ強いっす、他のシリーズミッションとかに比べて明らかにその属性が揃うんですよね。生属性に足並み揃えることができるんで、これがやっぱ他とはだいぶ違うところっすね。それでやっぱやりやすい、属性揃えるのなかなか他のシリーズだと難しいんで。よし、ということで滅プラプラミッション終了でございます。はい、あとまた風魔石がの5が来る、今日来るのかな、はい、楽しみにしております。氷魔石一体も倒せてないんですけど、実は、はい、まあ風の方は一応チェーンがあるんで、まあ、なんとかなるかもしれない、ならないかもしれない。まあよろしければ、もし楽しみにしていただいている方いたら、そのまま楽しみにしておいてください。いつ倒せるかわからんけど頑張ってやります。では見ていただいてありがとうございました。